はい、今回は今の時刻がね、朝の4時頃になるんですけれど、急遽動画のを撮り始めました。で、今回の動画内容なんですけれど、YouTube をアップしている方向けへの動画になります。まあ、それ以外の方でもね、まあ、よろしければ見ていただければ今後 YouTube、今後ね、今やっていなくても今後やるかもしれないし、YouTube って簡単に始めれるんでね。だったりやりたいなと思っている方も見ていっていただけたら嬉しいんですけれど、こちらの画面、ね、この画面になるんですけど、自分のね、YouTube のページになります。ルルカチャンネルのトップ画になります。で、まあね、普通の状態で出ていて、で、ここね、今最新のアップデートっていうのが、このデッドバイデイライト、1日前っていうのが最新になっています。はい。なんですけれど、実際自分がアップした動画っていうのは、これが最新動画ではありません。で、自分がね、実際に最新で上げた動画というのは、こちらになります。はい。iPad でね、リモートプレイをやったデッドバイデイライトの動画っていうのが最新で自分はアップしています。で、時刻で言うと、ここに出てるんだけど、大きくなるかな。2018年4月25日の8時。なので、昨日の8時。まあ、もうほぼ9時ですね。9時にアップしたっていうのが最新になります。で、再生数が61の、グッド2の、コメント2になっています。で、まあまあ、再生数に関してはね、もちろん伸びるもの伸びないものがあるので、まあ、少ないね、100以下とかになってもね、まあおかしくはないレベルです。自分のチャンネルであればね、いかないものもある。ただね、まあ iPad とかのリモートプレイに関してはもうちょっと再生数ね、最初初期でいくんじゃないかなって気はするんだけど、まあその辺に関してはね、動画、個別に差があるので、まあ何とも言えないんですけれど、ただ、もうすでにこの時点でおかしなことが発動していて、今61っていうね、再生数が表示されているんですけれど、すでに、一番最初、初期初動の段階で、自分ね、一番最初動画のをアップした際に、ツイッターにアップしたり、とか、まあ、その他のやつに拡散するんですけれど、それをすることによってね、だいたいま、5、60から100ぐらいね、まあ、ものに動画によってはもうちょっといったりとか、する感じで再生数がいきます。まあ、それってま、どのね、YouTuber さんでも同じなのかなと思うんですけれど、っていう状態でね、まあ、すぐに、拡散した後に確認したら50ぐらいいっていて、まあ、なんかね、まあ、自分のいつも見てくれてる人が見てくれたのかなみたいな感じで、ありがたすという感じで、見ていて、もう一回ね、おし、じゃあ、まあ、伸びてきてるかなって、もう一回次見た時に、再生数が1になりました。はい。この視聴回数がね、1になりました。えって、50超えてたはずからまたちょっと経った後に見たんで、確実にね、それ以上には伸びてるはずなんだけど、まあ、停滞もしくは伸びてるはずだったんですけれど、再生数が1になっていました。意味がわかんないなと思って。で、意味わかんなかったんだけど、まあ、なんかバグかなとか思って。YouTube 結構ね、バグがあったりするんで、まあ仕方ないかなっていう、完璧はないんでね、かなと思って放置していました。で、今再生数が61になったので、まあ、ちょっとは再生されたなっていう感じで、来たので、まあ、不思議ではないんで、なんか変だなと思いながらも、いました。ただ、なんだろうな、なんかやっぱ違和感があって、この動画どうやって表示されてんのかなと思って確認の方をしてみました。ちゃんと表示されてんのかなと思って。で、こちらの方がログインしていない状態のルルカチャンネルです。先ほど言った通りで、ログインしてない状態のルルカチャンネルになるんですけれど、自分のね、変だなと思った通り、新着に出ていません、まず。これデッドバイデイライト昨日のやつなので、新着ではありません、これが。で、じゃあ、どうやってこいつ表示されてんだろうなと思って。検索も出てこないし、まあ、ここにもね、新着でも出てこないし、動画一覧でも出てこないんですよ。これ動画一覧。で、ほら、動画一覧でも出てきてないんですよ、あの動画。アップしてるのに、公開になってるのに、出てきてないんですよ。なので、自分の予想では多分、今の再生数っていうのは完全に Twitter とかから来てくれた方が見ている再生数のみで、今、再生数が出てるんだと思います、あれは。っていう状況で、いるんだけど、でも意味がわかんないなと思って。でも、公開になってる。で、見ることもできるんですよ、ちゃんと。リンクから行けば見ることができる状態。だったり、ログインして、動画の編集ところから飛ぶと、ちゃんと見ることができます。なので、あれ?と思って。じゃあ、他の方からはどうやって表示されてるか、とかね、この、YouTube 上ではどういう状態になってるのかなっていうのを知るために、じゃあもう再生リストに入れれば必ず表示されるんで、再生リストで見ようと。
ということで再生リストを作ってみました。これね、再生リストになるんですけれど、 R プレイ、これで再生リスト作ったんですけれど、まあ、広告はいいんですけど、見てください、ここです。大事なのは、待って、動画がちょっといいんですけど、見ていただくと分かる通り、これね、今再生リスト2個入っていて、これが再生リスト、 R プレイ、 iPad で Dead by Daylight リモートプレイってやつなんですけど、右上見ていただけば分かる通り、動画は非公開ですになっています。表示がちょっと意味が分からないですよね。バグなのか何なのか分かんないんですけど、動画が非公開のようです。で、ただ見ることできてます。待ってください、広告スキップすれば、はい、動画の普通に見ることができます。なので、なんだろう、これ限定公開状態になってるのかな、内部的になってるのか分からないんですけれど、でも出ても来ていないし、こう再生リストにしても動画は非公開ですっていう表示になってしまいますっていう状況に今なっていて、まあ、これは再生数伸びないですよね、どう考えても。うん、なんかね、いつもよりちょっといいねとかも来ないし、まあ、大抵ね、まあ、なんか初動でツイッター見てくれた方がちょいちょいといいねしてくれるんですけど、それもなく再生数も伸びないんで、なんかなと思って、いた状態だったんですけれど、これで納得ですよね。それは動画非公開になっていて、新着でも表示されなければ普通の方見に来てくれませんよね。自分の一応ツイッターフォローしてくれてる方であれば、ツイッターから見に来てくれてる方もいるとは思うんですけれど、それ以外の方っていうのはもう一切見ることができない状況だし、まあ表示としても非公開になってしまってるっていうのが今なっている状況です。これが自分だけなのか他の方がこうなっているのかっていうのは今のところわからないんですけれど、少なくても自分の動画に関しては現状公開設定、これね、公開の設定になってます。ここ公開ね、公開の設定になっていて、普通にね全部入れてある状況で、見れないならまだしも見れるし、で、収益化が無効になってるとか、なんか違法な動画ですよっていう状態になってるんならわかるんだけど、それも一切ない状態です。ない状態にもかかわらず、非公開扱い。プラス、まあ、そのせいで多分新着にも出ていないっていう状況になっているので、もしかしたらこれと同じ状況、他の方でも起きている可能性があると思います。うん。多分さすがにね、自分だけに起きてることの方が少ないかなっていう。まあ、なんかたまたまね、自分がやった、方法っていうのが、そういうなんかバグのね、一種の部分にはまってしまってなったっていう可能性はあるとは思うんだけど、まあゴキブリじゃないけどね、例え方が悪いけどね、まあ一個あったらね、何十匹いるよみたいな、っていう考え方した方がいいんじゃないかなと思いますので、まあ人によってはね、もともとそんなに再生数もないから こんなもんかなって思ってしまう方もいると思います。自分も確かにそうです。普段からね、その再生数が少ない動画っていうのももちろんあるし、もちろんね、伸びてくれる動画もあるんだけど、少ないのもあるから、60しかね、言っていなくても、今68しか再生されてなくても、まあ別にね、そんなこともあるかなと思ってしまうレベルの人にとっては、これずっと非公開っていう表示されているのに気づかないこともあると思います。なので、ぜひ、まあ昨日あたりかな、動画上げた方、まあその前もわかんない、あるかもしれないんだけど、自分もね、今まで確認していなかったんで、まあたまたまその、数字50から1に戻ったっていうね、よくわからないことが起きたので違和感を感じて今回調べたから気づいたんですけど、それでもない限りはね、多分そのまま50で止まってても気にもしなかったし、そこでもし本当にその50が消えて今68っていうことだと、多分これ108だと思うんだよ、数字的に言うと。で、まあ100ぐらいねだったら、まあ全然不思議でもなくスルーしちゃうと思うしっていう状況なので、まあ一度ね、ぜひ一回ログインを解いてみて、ログインしてない状況で自分の動画がちゃんと全部上がってるか確認してみてはいかがでしょうか。もしかしたらちゃんとね、自分が本当は動画アップしていたものなのに新着にも出ていないし、動画一覧にも出ていない動画あるかもしれないかな、っていうことをちょっとね、急遽お知らせしようと思って動画のを撮り始めてみました。まあもちろんね、これが自分だけのこうなんかのね、バグで、まあ、他の方がね、なっていなければそれが一番だと思うんですけれど、一応ね、自分で確認してみてはいかがでしょうかということで、動画のを撮らせていただきました。まあ、参考になればと思うんですけれど、まあ、この辺でね、今回は終わろうと思います。一応この後、この動画に関しては、どうしようかなっていう、YouTube に問い合わせしても多分時間かかるし面倒いなっていうことで、
元の動画は残っているので、一回削除して再アップロードしてどうなるかを確認してみようかなと思っています、自分は。っていう状況なんですけれど、まあその辺に関してもね、次また動画アップした際に何かあったらまた報告しようと思います。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントをぜひぜひください。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。